クソ夏いな、おい。おお、なんかガンダム、仮面ライダー、ウルトラマン、どれにも属してない BGM 来たな。オープニング早っ。オープニングちょっとね、著作権があるかもしれないんで流せないんですけど、じゃあロストヒーローズ始めたいと思います。いやね、オープニングちょっと今チラッと見たんだけどね、なんか思ったより敵がね、充実してる。ボガールと書いたもん。あ、ちょっとこれネタバレなのかな。これロードゲームってさ、あー、これはネタバレだ。電話出んのかこれ。まあ中古なんでね、元のデータって当然なんですけど、じゃあやっていきたいと思います。はい、得点、あー、これは違うね。まあ特定で言ってももう任天、DS のショップもう終了してるんで多分買えないんですけど、じゃニューゲーム、はい。まあロストヒーローズにはね、ダウンロードコンテンツない、いきなり始まったな。ダウンロードコンテンツないんで、まあ2はあるんだけど、もう買っているんで大丈夫です。ここは、これ誰、ガンダムをやめて、ガンダムちょっと分かんないんですよ。誰、結局誰、あなたゼロだー。よかったー。俺ガンダムわかんねえんだ。もうリアクションに困るところだったぜ。俺はなぜこんなところに。やばい、ゼロってすごいいい声してるから。声優だからな。仮面ライダーと違って声優さんだからな。ちょっと、俺がアフレコするとディスられるかもしんねえ。とにかく歩いてみよう。できるだけ爽やかに行きたいと思います。あ、歩けますね。十字キーでできるって。なるほど、こういう感じか。なんか一昔前のファイナルファンタジーとかドラクエってこんな感じなかったっけ？よくわかんないんですけど。あ、こうやって広い、うわー、なんか、ポケモンの不思議なダンジョンを思い出すわ。下のさ、下画面のさ、なんかマップが展開されていく感じ。でもなんか、下画面はマップだけだから、映す必要ないのかな？でも、映すか。編集めんどいし。え、なに？しかしなんだ、歩いてる、ここ、さあ、この建物の大きさってどうなってんだろうね。一応仮面ライダー、まあ、仮面ライダーだけサイズ感合ってねえんだよな。ガンダムとウルトラマンはまだなんとかなるかもしれんけど。ここは普通の空間じゃないな。おー、それだけっすか。よいしょ。よいしょ。これはいつのゼロなんだろうね。まあ、オーズのタイミングのゼロってことは多分、そんな強化される前だと思うけどね。ゼロってね、めちゃめちゃ強化法もありますからね。まあ、それ云々の前だろうね。まだベリアル関連でいざこざ起こしてる段階だと思う。段階のゼロかな。揺れ起こった。ウルトラマン規模でも揺れ。うわ、なんだ今の振動。ウルトラマンがビビる振動って相当でかいぞ。これ、とりあえずさ、全部さ、マップを埋める感じでさ、移動してんだけどさ、しなくていいのかな。とりあえず今チュートリアルだと思うけど、いつ戦うの俺。あ、なんかいる。あれか、あれ敵か、敵って、なんか、え、一騎打ちしようとしてないこれ。今からなんか、ナルト対サスケみたいな一騎打ち始めようとしてない。ちょっと俺お邪魔かな。それか、立ち会い人として審判した方がいい。何かがいる。ねえ。あ、これ、ボロクソにこっち向いてたわ。誰お前。あれ、ショッカーかな、なんかついてるよね。うわ、ガンダムだ。ガンダム無知の俺でもさすがにわかる。俺ガンダムだ。なんだお前の、まあ、ガンダムって、正式にはガンダムじゃないんだけどね、こいつ。うん、そんぐらいも知ってる。でもこいつがなんていう機体なのかは知らない。なんだお前らは。みたいの謎の存在も、何も答えず、突然襲いか、こいつ怪人だぞ、踏み潰せ、ウルトラマン。おい、おい、ゼロふぬけてんじゃねえぞ。うわ、何をしやがる。キキキキー、避けた、クソ。何、相手の方が強いの。キキキキキキキ、こいつチビだぜ。おい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 、何、カラータイマー直接続きされたんか。おー、うわーうわー、なんだこいつら、俺の攻撃が。と、その時、どこからともかく一筋の閃光が。ガンダムの閃光ですか。やってみろよ。うわー、くっそー、ガンダム来やがったー。モビルスーツ、はいはい、あ、そう、ザック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 って名前だったわ。なんかケロロ軍曹で見たことある。
強い。なぜだ。ガンダムが普通に喋ってる。パイロットなのかな。もう一人いるのか。オーズあーやっと顔見知りに会えた気分。まあ、ゼロも知ってんだけど。了解です。あ、ニューガンダム、あの転売で話題になったあの転売に話題になったニューガンダムさんですか。キキキキキキ、こいつは怪人。キキ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 、もうキキキキが喋らせろ。わーっと、あーエイジ臭い。でもなんで怪人が。はぁーセイヤー、もうセリフ先取りしちゃったニューガンダムね、これでニューって読むんですよ皆さん。落ちろ。危ないところだった。まさかのニューガンダム主役なんですかすまね、助かったぜ。けどお前たち何者なんだ。俺はニューガンダム、そして彼は仮面ライダーオーズです。すごいね、おガンダムとニューガンダムとゼロを今オーズ見下ろしてんのかな、モノクソに。無理もない、俺たちもつい先にしてはだいぶ連携取れてましたねここは一体どこなのか、なぜここにいるかも全く不明です。そうか、じゃあ同じってわけか。あ、じゃあ同じってわけか。俺も気づいたらここにいたんだ。俺はゼロ、ウルトラマンゼロだ。よろしくな。よろしくお願いします。やばい、エイジの口調だからセリフがちょっと先取りできるわ。うわぁ、さっきからこの振動が続いてるな。何が起きているんでしょう。とにかくここは危険だ。移動しながら当たりをさ、このね、エイジがさ、エイジは他人に敬語なのがすごいよね。アンクとかにはめっちゃタメ口なんだけど。ゼロ、一緒に来てくれませんか。あ、ゼロ3って言いそうだけどな。あ、もちろんだ。ウルトラマンゼロとニューガンダム、仮面ライダーオーズと行動を共に行動会した。おー、ニューガンダム、あれオーズ仲間になってろっぽないの。え、オーズ仲間じゃないの。まさかまさか。オーズだけはぶられちゃった。パンツトーク追っ始めたんかな。出会って瞬間、出会って5秒でパンツトーク追っ始めたんかな。それでちょっと距離置かれたとか、ありそう。とりあえず、これ A ボタン連打で、なんか、見つけたりする？それか、それともチュートリアルだからなんもないとかある？ん？キキー！キーか。後ろだ。あ、エレキング！父さん？父さん出番ですよ！なんだこいつは？初めて見るぞ。でかい。こいつは、知ってるぞ。宇宙怪獣エレキングだ。エレキングの鳴き声難しいな。エレキングは強靭な尻尾を力任せに振り回した。おう、ぐわー、ゼロが吹っ飛ばされてることは、今、オーズひとたまりもないだろうな。どうした？なんてパワーだ。エレキングがこれほどまで強いとは。こっちに向かってきます。もうオーズは避難した方がいいんじゃねえかな。キダメだ、エレキングの声出せない。オーズゼロ、こうなったら戦うしかない。3人、おっしゃ。じゃあオーズはとりあえずエレキングの体内の中入って暴れ回ってくれ。あれ一応さ、シャウターコンボになっといてくれオーズ。あ、もう アタックディフ、あー、なんか本当にコマンドだね。アタック、まあとりあえず技はないんでね。で、ニューガンダム、まあまだスキルとかないから普通に戦うか。はい。まあとりあえず連打でいいかな。アタック連打で。お願いします。強っ！おー！いやいやゼロ以外、クソタコじゃねえか。しかも、前にしたし確率どうなってんだ。うわー、マジか。ちょっと待って。お、スター溶けた。え、オーズ力の差がありすぎる。いや、まあ本当に何もできないけど。エレキングも強いけどな。おかしい。エメリウムスラッシュどころか、ゼロスラッガーも使えねえ。あ、使えないんだ。麻痺してたからとかじゃなくて？え？ここは、一体引き回す。シャウターコンボにもなれねえか。認めたくないが、今の俺たちが叶う相手じゃなさそうだな。キー！まずい、ここ離れるぞ。確かに、電気系とガンダム、天敵説あるよな。でも体力ボロボロなんだけど。え？はあ、ここまで来れば大丈夫でしょう。妙だな、この体力の消耗の仕方は。あ、なるほど、自分たちが思ってる以上に体力少ねえんだ。だが分かったぜ、敵が強くなったんじゃない、俺たちが力を失っているんだ。
そのようだな。まあこの手のゲームでは定番ではあるね。俺もタトバキック別に出せなくても大した影響ないと思うよ。タトバキックは特に、タトバキックはね、劇中一回も決まんなかったからね。ん？あれはなんだ？何？仲間？仲間じゃない。確実に仲間じゃない。まあ、明らかに割れ目的な割れ目ですね。割れ目的な割れ目ってなんだ？空間に穴が。時空の裂け目みたいだな。時空の裂け目？ああ、俺が今まで戦ってきた相手には異次元、あー、ヤプールね。異次元、戦ったこと あるんだっけ、ゼロって。にわかには信じられないが、もし本当なら、ガンダムも割とその辺、片足突っ込んでる感あるけどね。俺のイメージでは。いや、でもなんだか不思議と落ち着きま、そうなの。ん？ほら、穴の向こうから感じませんか？何？本当だ。なんだこの懐かしい格好。支配されてない？家射程ワンスモア食らってない？クレヨンしんちゃん。そうか。もしかするとこの先が元の世界に繋がっているかもしれない。確かめてみよう。そんな、そんな第六感で、まあ、ウルトラマンが言うならちょっと信用できるとこあるけど。三人は空間に開いた空へと飛び込んだ。なんだろう、オーズゼロのスラッガーにしがみついてんのかな。ちょっとゼロさん早いですってって。突如、迷い込んだ謎の世界。運命の寄り道を言われた三人、彼らは力を失っていた。地球だ。地球なのかな？え、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ボリューム3みたいに似たような惑星ってこと？決して間違われたヒーローがやってるごめん。彼らが集められることは何があるのか、ちょっとスタインズ・ゲートみたいな画面。何おー、お金。何がこの場所はどこなのか、これ誰が言ってんの？なぜ力を失っているのか、なんか闇落ちしたくせえよ、誰かが。元の世界に戻ることができるのか、何もわからないまま。力なき正義は迷い子のよう。迷い子です。未知なる世界に足を踏み出した！絶望種いきなり不穏です。クソほど不穏です。ここは。これ光の国か？フィングルームか。ラーカイラムもアーガマもでもないけど、何言ってんのこの人。俺はこんな場所初めてです。この部屋、宇宙警備隊の指令。ああ、そうだよね。僕も思った。ここでさ、ウトラ兄弟が赤いマントつけてさ、なんか立ってるイメージあるわ。宇宙警備隊？ああ、俺の世界の話だが、まあ、宇宙の部屋を守るための組織ってところだ。まあ、頑張ってるよね。そうか。だが、このコントロールパネルは俺が知っているものと同じだ。俺たちの世界に関係した場所ってことでしょうか。全部くっついてる説ない？可能性はあるな。で、なんかゼロどっか行ったぞ。なんだ、暇になるとどっか歩きたくなるタイプか。俺と一緒だな。俺もなんか母さんがショッピングモールで服とか見始めると、もう無意識にどっか歩いていくタイプなんだよ。もうなんか音楽聴きながら。ほんとだ、部屋がたくさんある。敵の気配もない。どうやらここは安全な場所のようだ。そうだな、なんかバイオハザードの生物地点と一緒か。そうだな、なあ、みんなでこの場所を調べてみねえか。俺も賛成です。この場所なら何かあるかもしれません。よし、手分け、アンク探そうで、オーズはとりあえず。アンクどこにいんだ？だいたいこの手のゲームでアンク最初どっか行ってたりするんだけど。3人はこの場所を調べてみることにした。OK です。ん？ウルトラマンゼロたちがたどり着いた場所は、複数の部屋や施設によって構成される。あー、探索パートカット。尺の都合？メディカルルームが設置されて助かった。あ、あの場所なら、あー、そんな場所あんのね。ドラゴンボールのあのナメック星のあのなんか緑の液体みたいなやつ。若返と傷を治すことができる。年を治すに見えたわ。若返ったんかと思った。さあ、向こうの部屋に戦闘で使えそうなアイテムマジでくすねようぜ。それは助かるな。もう使う気満々なんだね。理由は不明だが、ここにいれば命の危険はなさそうだな。おい、向こうに、別の穴が開いてるぜ。別の穴？本当ですか？ああ、あれを使えば別の場所へ行けるはずだ。別の、どこに通じているんです？わからない。行ってみないことには。みんな、俺たちには調べなきゃいけないことが山ほどある。この世界はな、まずさ、身の上話しようぜ。ちょっとお互い情報共有大事じゃん？現代社会は特に。とりあえずこの場所を拠点と定め、ゼロが見つけた穴の先へ向かい、くまなく探索してみよう。ああ、そうだな。うわ、探索パートとか歩くせえだな。賛成です。まあ、RPG だし。よし、じゃあ出発の準備を整えよう。キューブを選択し、探索を開始します。オッケーです。あ、セーブできる。
あこまあこれはちょっと上書きしよう。もうね、まあ今までありがとな。まあ俺が世話になったわけね。今までご苦労さん。俺が引き継ぐから。オッケー。レベル1って。レベルいくつまであるんだ。話をする。ちょっと話しようぜ。ええー、もう行っちゃった？もうみんな行っちゃった？つかこれ誰目線よ。チップ王国。僕、チップないってよ。キャンプでいいのかな？あ、アイテムある。スキルしよう。なんもない。スキルツリーとかある。あ、こういうの好き、こういうの好き。解放できない。解放できないから、ゼロナックル。あー、もう全部まだ。うわ、結構長いな。あー、そんなでもない。ちょっと待って、じゃあ、ベイベーボーイ。ちょっと操作が。タトバキック、最初からタトバキック覚えるの？あー、でもこれなんか今必須メインクエストって何個かあるな。これコンボは技っぽいな。なんかストーリーで覚えるとあるけど、そこら辺がラトラターだったりするのかな。データベースだね。あー、こういうのね。じゃあとりあえずどうするの。あ、なるほど、まだあったんだ。アイテムラボ、アイテムバイ、アイテムちょっとアイテム購入。あ、金がねー。さすが平成ライダーだぜ。平成ライダー仕事ないことで定評がありますからね。引き出すあるでしょ。いや、あるって言ったじゃん。何個か役に立つアイテムあるって言うたやん。嘘だろ。おい、話なんか誰かいる？誰もいない。誰から買ってんのじゃあ。あ、ここから行くのかな。で、これが、さっきの、あれか、なんか、いろいろ話すとかね。で、ゲートボード、早速行ってみようか。キューブ選択。あ、最初1個しか、ビギンズ。あれ、さっきのセーブデータもビギンズじゃなかった？あれ、もしかして前の人？あんま言うのやめとこう。まあ、その人の趣味嗜好ってありますからね。しかも、それがゲームに合ってるかどうかなんて、買ってみないとわかんないですから。あ、いい。いや、結構グラフィック綺麗。ああ！ビギンズでちょっとさ、考えてたことあったけどさ、やっぱダブルか。ダブル、あ、いいね。え、なんだ、ここは。どこかの都市、ここ、オーズは見覚えあるんじゃない？香港シティ、ダガール。気のせいかもしれないだけど、俺のいた町にもに、オーズがいた町ではないよ、フートは。なんとなくですけど。じゃあ、翔太郎探そうぜ、翔太郎。ジオーでは出てくれなかったからな。ジオではラーメン屋のおっちゃんしか出てこなかったからな。翔太郎探そうぜ。どこ翔太郎。え、何？シャッターが閉まっている。開閉スイッチを押しても反応しない。機能が停止してるような。何ここ、あとあと来そう。ちょっと、でも、バトルしてみる。あ、来たー！翔太郎！お前ら！あ、ダブル！オーズ、お前もいたのか。ええ。オーズ、知り合いなのか？紹介します。こちら、仮面ライダーダブル。ダブルって呼んでくれ。よろしくな。僕からも、よろしくと言わせてもらうよ。誰だ、もう一人いるのか。我々、こっちは相棒のフィリップだ。翔太郎、それでは説明になってない。どういうことだ？僕たちは二人で一人の、仮面ライダーなのさ。ね。割ともう最近のライダーだと珍しくもないんだけど、つまり外見は一人だが二人の意識があるっていうことか。ガンダムでもワンチャンありそうな世界観じゃない？そうそう、そういうこと。いや、正確にはフィリップ、難しい話はいいじゃねえか。大体そんな感じってことよろしくな。まあね、弱点ではあるからね、フィリップの体がどっかで転がってるって。エクストリームなれないのかな。でもこのなんかさ、3人の設定に合わせるとさ、設定ってちょっと言い方あれだけど、ダブルも力を失ってそうだよね。俺はウルトラマンゼロ、よろしくな。俺は VV じゃねえ。ニューガンダム、よろしくな。ああ、よろしく。早速だが、ダブル、この世界について、もし知ってることがあれば教えてほしいです。急に敬語になった。そこら辺に化け物がいる世界です。そうだな、あそこで見る巨大な風車、あれはフートタワー。ちょっと。セリフが多いとむせますね。そうだな、あそこに見える巨大な風車、あれは俺フートタワーにそっくりだ。フートタワー、
僕たちが住んでいた町、フートのシンボルみたいな建物さ。じゃあここはそのフートってとこか。いや、街並みはだいぶ違うな。それに風が吹いてねえのも不気味だ。ああ、確かにずっと吹いてるんだよね、フート。なんか、洗濯物とか大変そうだけど。で、翔太郎はね、もう、フートのこと知り尽くしてますからね。フートってのは、その名通り、一年中風が吹いてる街なんだ。なるほど。うん、まあ、だから風力発電とか発展してんだよね。ダブル、俺たちはしばらく探索するつもりだが、一緒に来てもらえないか。ああ、俺は構わないが、他の二人はいいのか。もちろんだぜ。ライダーは助け合いでしょ。出ました。オールスター系でオーズが絶対言うセリフ。オッケー、わかった。力合わせていこうぜ。よっしゃ、ダブルパーティー加えた4人まで入るんだね。で、ここまでこ、え、なに、出たー、オーズのやつだ。ライドベンダーだ。この自販機みたいなやつは確かオーズの街によくあるあれだな。ということは、この場所はダブルとそれぞれの街の特徴を合わせ持ってるって言うのか。しゃっくり止まんねえ。ところでこれ何が買えるんだ。あ、カンドロイドちょっと買わん。多分いろいろ使えるんじゃないかな。セルメドロンは持ってるでしょ、オーズ。いや、その前に機能して、鴻上社長、鴻上会長か。鴻上会長、さっきのシャッターもそうだが、街全体が機能を停止してるような。おそらく風が止んでいるせいだ。フードタワーを動かすことができれば街の機能が変え、あ、なるほどね。ちょっとフィリップさん頼みますよ。ちょっと年がら年中風吹かせてください、サイクロンの力で。ちょっと大変だけど。さあ、まあどんどん進んでいきましょう。なんかいない？ちょっと待って、なんかいない？あれ何？あの青いやつ。ちょっと行こうぜ。何？ん？ゼロ、どうした？このシャッターの向こう側からウルトラ、あれだ、テレパシーだ。あの、メッセージ送ってみようです。上空に。上空からじゃ見えるでしょ。タイラーの時みたいに。俺たちと同じように取り込まれたのかもしれない。じゃあ、向こうへ行って確かめてみましょう。いや、ダメだ。ダメだ、アカネ。ここも機能を停止してるようだ。停止してるみたいだって言いそうだけどね、翔太郎は。そんなの力づくで開ければいいじゃないですか。せいやー！ウルトラマンは空飛べ。ゼロは空飛ぼうね。ガンダムも空飛べるでしょ。しかしシャッターは開かなかった。異変の影響で彼ら、それで空も飛べないってこと？ダメだ、力が入らない。こうなりゃ何とかして街の機能を回復させるっきゃねえな。じゃあどうしましょう。なんか、あ、ここ開くんじゃない？開いたー！嬉しい！特になんかギミックあるわけでもないけど嬉しい！ちょっと、調べる。あー、フードタワー、ま、いや、なんかいる。ちょっと、え、戦う、おー、出た、なんだこれ。ネモ！大丈夫か？あ、味方なの？しかし、すでにネモ、まあ、ガンダムだし。まあ、ガンダムだし。何かで切りつかれた深い傷跡があった。これが致命傷となったのだろう。ネモ部隊の一人だな。元の世界では俺たちの陣営の主力部隊だった。いや、結構強いんじゃないの？他のネモたちはどうしたんだろう。一体ぐらい仲間なのかな。この近くにいるのかもしれない。だったら、ネモさんを倒した敵だって、まだこの辺にいるかもしれませんよ。そうだな、警戒していこう。敵だと思ったのにな。ちょっと6時間いい感じだから、ちょっとそろそろそこそこの敵倒して、どこのサイコロステーキだよって話だけど、そこそこの敵倒して区切りつけたいんだけど、ここら辺いない？でも、嘘。いた！来ました！おーおーおーおおお、え、チュートリアル。バトルチュートリアル始めます。ハイザック、ハエ男、ガバドン。まずヒーローゲージについて説明です。あ、上にあるやつね。戦闘中に敵を攻撃する。敵から攻撃を受けるとヒーローゲージが溜まっていきます。はい。ヒーローゲージは複数個貯めることができ、それを1個消費して使うスキルのレベルを1つ上げたり。なるほど。3個消費してヒーロースキル使ってみてー。スキルやヒーロースキルはキャンプメニューや、なんかこれロマン法とかありそうな雰囲気。いや、いいよ、ロマン法好きだよ、俺。スキルツリーに従って AP を消費することで強化習得することができます。なんかゼロとかめっちゃロマン法持ってそうじゃない？次にウルトラマン系ヒーローのカラータイマーに、あ、そういうのあるんだ。え、細かいいね、そういうの好き。ウルトラマン系のヒーローはステータスにカラータイマーが表示されています。なんだ、ウルトラマンは、なんか登場ターンに制限がある代わりに、めちゃめちゃ強いとかそういう設定かな。
このトラウマは3ターンごとに色が変わり、青の時はウルトラマン系本来の力が発揮されますが、赤になると能力が大幅にダウンし、その代わりクリティカル発生率が起死回生。確かにカラータイマーね、ピコンピコンなってるとさ、起死回生してるイメージあるわ。赤くなってから再び3ターン経つからバトルが終了すると青に戻ります。はいはい。ウルトマン系のヒーローがパーティーにいる場合、カラータイマーには常に気を配りながら、何ループすんのカラータイマー。ありがとうございます。バトルチュートリアルは以上です。じゃあ、早速倒していこうか。特に今スキルないしね。どうしよう。ちょっとこいつ倒そう。で、これは、全体攻撃強い。通常攻撃は全体攻撃のニューガンダムは好きですか。よし、こんな感じか。はい、お願いします。おー、出てきた。で、ダブル。おー、いいねー。大きさはどうなってんの。うわ、かっこいい。トラクローダー。よし、いけ。オーケー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 、倒せー、一掃しろー。いい体沈んだね。25、結構強い。アタックで、どっちが早かった。まあいいや、こっちにしよう。で、まあこれは全体で、トラクロー、ダブルが確か早かったよね。オッケー、はい、オッケー。やっぱウルトラマン強えな。よいしょ。で、ダブル、で、オーズお願いします。はい、オッケー、初勝利。通常攻撃しか使えないんだけどね。で、カバドンは、なんか手に入りました。 OK。 チップチュートリアルはさっきのやつかな。敵を倒すとチップが落とすことがあります。このチップはそのままでは役に立ちません。拠点の、ブリーフィングメニューにあるチップ報告コマンドを実行する必要。あったね。そうすることで解析されたチップデータから、ホースと共にあらんことを。俺、スターフォーズ見たことねえんだ。ホースは各キャラクターごとの、キャパシティ分複数セットできますが、すでにセットされているホースを他のキャラにセットさせることはできません。なるほど。ホースはコマンドで使用することものと、自動で効果を発揮するものがあります。また、セットするホースの組み合わせにより、思いもよらない効果が、何それ。なんかこれ大事くせえな。俺今んとこちょっと話難しすぎて頭の中入ってねえんだけど。ぶっちゃけチュートリアル見ても頭の中うまいこと入ってねえんだけど、あるあるだよね。チュートリアルで頭の中入んない、実際使わないと頭入んないってあるあるだよね。でもなんかめっちゃ重要そうな気がする。なんかこれをおろそかにするとなんかこの先積みそう。チュートリアル、チップチュートリアル以上です。なるほど。じゃあ次回はちょっとチップをセットしてから、ワーニングで出てる。じゃあ、ちょっと、チュートリアル、何？めっちゃワーニング、ワーニング、いるの？この先にいるの？この先、え？いるー！え？双子ー！